ジョン・マイケル・ガントは、アメリカ合衆国上ジ,ジア州チャタム群サバンナ出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のセントルイス・カージナルス所属。2011年の MLB ドラフト21巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・メッツで、プロデビュー。4試合に登板して0勝1敗。 防御率6.485奪三振の成績を残した。2012年は、アパラチアンリーグのルーキー級、キングスポートメッツと A 級、サバンナサンドナッツでプレーし、2球団合計で12試合に先発登板して3勝4敗、防御率4.9852奪三振の成績を残した。2013年は、A-9 ブルックリンサイクロンズでプレーし、13試合に、 先発登板して6勝4敗、防御率2.8981奪三振の成績を残した。2014年は A 級サバンナでプレーし、21試合に先発登板して11勝5敗、防御率2.56114奪三振の成績を残した。2015年は A 級セントルーシーメッツと AA 級ビンガムトンメッツでプレーした。 アトランタブレーブス時代2015年7月24日に、フアン・ウリーベ、ケリー・ジョンソンとのトレードで、ロブ・ウェイレンと共にアトランタブレーブスへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級ミシシッピブレーブスでプレーし、移籍前を含めた3球団合計では24試合に、先発登板して10勝5敗、防御率3.08、134奪三振の成績を残した。 オフの11月19日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2016年はメジャーの開幕ロースター入りを果たし、4月6日のワシントンナショナルズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは20試合に登板して1勝4敗、防御率4.8649奪三振の成績を残した。2016年12月1日に、 ハイメガルシアとのトレードで、クリス・エリース、ルーク・ダイクストラと共にセントルイス・カージナルスへ移籍した。2017年はマイナーで過ごす期間の方が多く、参加のトリプル A 級メンフィス・レッドバーズでは18試合に、先発投板して6勝5敗、防御率3.8399奪三振の成績を残した。メジャーでは7試合に投板して0勝2敗。 防御率4.6711奪三振の成績を残した。速球系ではツーシームを主体とし、変化球ではチェンジアップとカーブ、稀にスライダーを投げる。ありがとうございます。